田中俊明は、日本の政治家。大分県佐伯市長。元大分県議会議員。元佐伯市議会議員。大分県佐伯市出身。1971年3月、大分県立佐伯鶴城高等学校卒業。1975年3月、宮崎大学農学部卒業。1983年4月。 旧市議会議会員選選。選。挙に立候補し初当当期連続当選1999年4月、大分県議会議員選挙に立候補し初当選。2002年11月、佐伯市長の小野和秀が任期途中で死去。これに伴って、同年12月22日に行われた市長選挙に立候補するも、元市長の佐藤祐一に敗れ落選。 2003年の県議選に無所属で出馬し2期目の当選を果たす。2007年の県議選は自由民主党公認で3選、1通算5回目の当選後の2015年5月14日、大分県議会議長に就任した。2017年4月2日、告示、4月9日執行の再起市長選挙にて、無投票で、初当選した。4月17日、市長就任。 2021年1月13日、体調不良で前日に相退した副市長の安倍邦和は PCR 検査を受診。新型コロナウイルスに感染していたことが判明した。そのため、田中ともう一人の副市長の菅高久も検査を受けたが陰性だった。同年4月11日投開票の再起市長選挙に自民党推薦無所属で立候補。元市議の富子。 元市議会議長の三浦渡る、日本維新の会候認を受けた、江戸県続くの新人参考法を下し、再選した。当日有権者数、59,352人、最終投票率 66.、66.88%再選12日後の2021年4月23日、大分県警は、告示前に、市職員に選挙運動したとして、 公選法違反の疑いで副市長の菅高久を逮捕した。複数の関係者の証言により、菅が応援したのは田中であることが明らかとされた。市職員の労働組合は富高久美子を支援したため、菅は労組に加入していない市幹部らに指示を広げようとしていたという。田中は同日、市役所で記者会見し、自身の関与や指示について、私は知らないと否定した。 4月30日、菅は副市長を辞職。5月9日、副市長の安倍国和はコロナ感染から回復するも人気満了により退任。同年5月13日、大分県警は菅と安倍を公選法違反の疑いで逮捕。菅は二度目の逮捕。なお、田中が県議会議長を務めていた時の県議会事務局長が安倍だった。 6月4日、大分区検察庁は2人を公選法違反の罪で略式起訴し、大分管理裁判所は、完全副市長に対して罰金50万円、安倍前副市長に対して罰金30万円の略式命令を出した。ありがとうございます。